自分の役職見直したからどういうことこいつと思って怒りすぎて嘘でしょ、何笑顔の人、笑顔のクルメ、何もねえ、全部右だ。多分次の段ボクキッチンから動かないですね。キッチン展望から動かないですよ。じゃあ動いたら釣ります。キッチン展望からキッチン展望ね、キッチン展望。絶対ね。武器庫も行きません、リアクター。ずらしたな。リアクターだ。メイン。あ、宿舎前からものすごい速度で走っていくアルマ君だ。はい、エンジンと武器庫。おい、話は違うな。違う。変な人は宿舎だったの。ものすごい速度で走っていったから、もうあれ、リアクターも無視して走ったんやろなと。本当に言ったんだ。しかもダウンロードすら終わらんかったし。停電直しました。停電直しましたよ。貨物で、いや展望です。まだトータスさんは今回の停電絶対鳴らしてないと思います。あらいやと思う、アップロードしてるの置いてかれてるから。僕は順調。はい。あ。何、はい、何これは何何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 何、まあプテさんの現行犯なんすけど、うん、名屋さんと高田さんが目の前にいる状況でプテさんが急に高田さんを切って僕はそこに駆けつけました。あ、多分ねあれ重なってたんだよね俺と高田さん。ああ、本を集めるところで重なってて、で俺プテ見えてなかったから多分それで仕切ったんじゃないかな。終わった後に多分プテが上に行くの見えてるけど、この辺にしますか。遊びは高田さんがアーカイブから弁当を作ったんで僕がセリフで切りました。あ、高田さんは僕と一緒にアーカイブで本タスクやってます。やってるやってる。俺がシャワーから赤見た時に伊豆高がいたから、とりあえずプテさんは現行犯なんですが、メイヤさんはこのリアクションなんやけど、うん、人外の可能性もあります。いや待ってください伊豆さん。はいはいはい、あのですね、僕エレキでですね狂老らしき人間を見つけました。いやいいですか。いやいや、エレキの4番でですねガチャ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 してる旗紙を見つけてしまいました。違う、ガミちゃんが釣り進行で行こう。ガミさんが天キーで言えない一番左の隅っこの部屋に行ったから、何やってんのこの人と思って。いやいや、エレキはそういう構造ですよね。そうですけど、なんであそこの部屋行ったんですか。迷ってただけです。迷い人か。これまあ、メイヤさんが人外としたら切られんかったんで、マットって言おうとしたんですけど、結構レポ早く押したつもりなんで、間に合わなかった狼もあるんで、まあ、メイヤさん、本当に3択っすね。3択のままです。てか、いや俺、高田さん、多分かぶつだけで、マジで。で、旗紙が強炉。てか、プテと俺がもし人外同士だとしたら、マットだとしたら、俺、プテにアピールする時間ないし、タイミングなくない？そもそも。俺って、伊豆さんと高田さんと今回アーカイブにいたし。ゲンさんって、はい。ゲンさんとプテさんとすれ違いました？私はアーカイブに高田さんを残して、シャワーメインまで行ったっていう認識ですね。プテさんも確かに近くにおられたと思います。ぐらい。
つながるタイミングがないです。プテさんがね、アーカイブ弁当付近で一瞬右往左往したのラウンジから見えてるんですよ。ほうほう。だそのタイミングでもしかしたらアピールがあったのかなと思ったけど、まあシンプルにもうプテさんが狼確定なんで。それはそれでいいよ。マット野郎がよ誰に言ってんだ対象が選択されてない状態君だけドキッてし、おー、おー白いじゃん。僕がコミューサーを直しました。はい、じゃあ、お願いします。神さん、強靭で、オッケー。ハタロウ。ボリンスタ。あれ？そんなボタン押してる暇ないよ、ね、そこ。いや、でも、ハタサコオカミだったらこのボタン押すかな。キルしないでボタン押してる暇ないよ。あ、コミさんも鳴ってたから。あれ違うな、おもちさんと。あ、なんだびっくりさせないでよ。なんで私に1票入る？順調なタスク、そして地獄が残ってますね。一番下揚げ揚げもまだやってないけど、まあ、おお早い。あら、いやこれはですね、直近ガミハタのどっちかです。うえーほら、じゃあガミさんは足があれか、クリスマスツリーか。なんかね、赤っぽい人が現行犯で逃げていきました。あ、ガミさん白。じゃあ、パターさんです。場所は場所。あ、エレキの4番で、石油のテープタスクやって戻ったら、4番から上に行く赤っぽい足と死体が倒れてるのみ。なんか倒れていく。パターさん白。マット出てきた。とりあえず、エレキの状況言いますね。僕が藤宮さんとすれ違った後に、エレキの奥にトータスさんとガミさんがいるんで、トータスさんとガミさんは絶対に関われないです。うん。そうなの。でも俺今倒れる瞬間やったと思うけど、梅健さんがハタサコしろって言ってるんだよ、ね、あ、そうそうそう、倒れる瞬間だったから現行犯ですね。あ、なるほど。ハタガミの梅健がシャワールームの勝ちタスクをやっているのを置いて、うん、僕はメインに行き、メインのところでメイヤさんに会い、うん、メイヤさんの後ろついていってる状態なので僕は無理ですよ。あれ、あ、ハタサコさんどこ行った。ハタサコ白ですよ。ハタサコ最終位置どこ？メインエンジン、いや、エンジン入ったところ。はい、入ったって、もう扉のところ？うん。ああ、ハタサコ人外。人外。怖い、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 怖い。え、マットじゃないの？感情がおかしいよ、この人。怖っ。じゃあ人外。何やってんだよ、インポスタども。説明してよ。あれ、そっちかよ、マット。ちゃんとマットかい。やってんだよこいつら、本当に何やってんだよ本当に。梅健さん白か。逆逆。怖いよこの試合、怖い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 。ふざけんなよマジで。セリフやらせないや。何やってんだよ。梅健さん白はやばいでしょ。自分の役職見直したからだ。どういうことこいつと思って。怒りすぎて、嘘でしょ。何？どうなったの？今のくだり何だったんですか？梅健さんの頭の中をちょっと見せてほしい。ハタサコ白って言ったの。じゃあで勝ち合ってハタサコがメインの方入っていって、うん、僕も結構もう本当視界ギリギリの後ろをずっとついていってるような気がして、エンジンに入ったハタサコ見たような気がしてたけど、合ってるじゃん。じゃあけど赤色が他にいなくて、もしかしたら俺はなんか間違ってるのかもしれない。いや最終時エンジンの扉のとこって言ったか、僕そこにいたから。ああ、よかったよかった。危ないとこやで、もうちょっとずれてたらシェリフですとか言ってもう。とんでもなくなった。確かにシェリフからの白だったら信じるしかない。信じちゃったけど惜しかったな。危ねえ。危ない。中止やいや。じゃあ行きますかね。はい。お願いします。お願いします。